感動しちゃうね。あーいい時間ね。ずっと続けばいいのに。あとヒューちゃんなんかあるかい。僕なんだろうな、なんかちょっとすごいバカみたいな声でした。大事に決めようか、我が全身全霊をかけて世界を守る。うありがとうございます。おじちゃん誰俺誰そんなことないですよ。大丈夫大丈夫、分かってるから。一気に行くぜ。そうですね、そうですね、やっぱりリバイスを締めくくる作品にね、うん、僕とジュンさん2人で主演という形でさせてもらった時は嬉しかったですし、うん、嬉しかったね。やっぱ1年間このリバイス作品を背負ってきた彼のまあ、バトンを受け取るじゃないですけど、うん、こう見えてずっと主演やってたんですよ彼。実ははい1年間やらせていただいてました。そう、やっぱケンちゃんがねみんなを引っ張ってくれたんで、今度最後はね僕たちで、うん、ビシッとねいい作品を皆さんに届けて、うん、リバイス終わろうかなっていう気持ちで臨ませてもらいました。うん、前田さん、はい、1年引っ張ってきた立場として今回は見守るという形でしたけれども。そうですね、はい、はい、でもなんかちょっとさっきすごい褒めてくれたんで今もちょっとニヤニヤ止まんないんですけど。はい、でも本当にこう、まあ、僕もこうやっぱ1年間1年半ぐらいこうリバイスを主演としてこうやらせていただいて、で本当にこう最後のこの V シネの作品でこう2人がこの僕の意思を継いでというか、こう2人で主演としてこうやってくれて、僕も本当にこうやっぱ1年半一緒にやってきた仲間なので、こう2人がこう最後この仮面ライダーリバイスという作品をこう締めくくってくれるっていうのは本当に僕としてもすごく嬉しかったですね。あとはもうこう2人が頑張って撮影している姿もこう見てきたので、なんかいやいいね、なんか感動しちゃうね。感動しちゃう ね、なんかすごい、ね、その、まあ、大変なこう顔なんか姿とかも見てたんで、うん、本当に皆さんこの二人 の頑張りが今回のこの作品にすごく思いを乗せてねこう詰まってると思うので、うん、ぜひ楽しみにしてほしいですね。ありがとう、うん、ありがとうありがとう本当にありがとう本当に2年ぐらいねありがとう、ね、ありがとう本当に。はあ、いい時間、ねね、ずっと続けばいいのに、ね、続ける、ね、ずっと続けるかもう二、うん、人とも今回一人二役やらせていただいてるんで、うん、まあそのね四人が ね、出てくる4人がシーンとかはやっぱりあ四人いるけどあでも演じてるの二人なんだってい うなんかそういうねちょっと僕たちもちょっと不思議なねいい経験をさせてもらったので、うん、なんかそういうところも見どころだなって思いますし、うん、あとヒューちゃんなんかあるかい。僕なんだろうな、なんかちょっとすごいバカみたいな声でしたすごいアホみたいな声で初めて何回かやってきたんだけど ね、まだ慣れないね慣れないねかわいい、あれ、あ、すいません、ありがとうございますなんだろう、でも初日にあ初日のシーンって言っても皆さん分かんないですもんね。突入するシーンがあるんですよね、うん、ルミが監禁されてるところにね、そこで、うん、この4人で撮影した時は、うん、でもやっぱりあそこ印象的でしたよね、うん、印象的だったね、ね、うん、どうでした。いやよかった、ちょっと1個だけ言っていい。この4人でって言った時さ、ケンめっちゃ寂しそうだったごめんごめん、僕も今言って気づいた、うん、ここら辺で、ね、あ、うん、止まっちゃった、かわいそうなことしちゃったなと思って、ちょっと下がるじゃあいい、ごめんごめん、うん、でも初日だったんであれか、うん、まあいよいよ坂本組の激しいアクションの撮影が始まるぞっていう気持ちでは僕はすごく、うん、うん、緊張しましたし、うん、まあ初めまして、お二人とは初めましてだったんで、そういう面でもすごく楽しく撮影ができました。はい、メッセージ必要な方お知らせください。ありがとう。